急に出て行ったりして。何かサトシの中でモヤモヤしてるものがあるなら話してみて、何でも聞くよ。少しでもサトシの役に立てるなら。サトシの気持ちわかるよ。私もトライポカロンで失敗した時、なんでも…セレナに何がわかるんだよ。じゃあ話してよ。俺の問題なんだ、ほっといてくれよ。私の知ってるサトシはいつも元気でみんなを引っ張って、一生懸命でポジティブで、最後まで絶対に諦めない。